どうも皆さんこんにちは、キラキラです。今回はですね、私が、クラクラ実況者ドリームコラボということで、コウザンさんとズルさんとコラボさせていただきました。そして、こういう関係の動画は今回で最後となります。その最後を飾るのはドズルさんのリプレイをですね、私が実況していこうというコーナーでございます。早速ドズルさんの攻めた村を見てみましょう。まずは1回目、はい、早速見ていきましょう。まずですね、編成を見ていきましょう。まずはゴーレム1体、援軍におそらく、まあ、ゴーレムかな、わかんないですけども。そしてヒーローにウォルブレカ5体、ホグライダー12体、ウィズ14体ということで、非常になんか面白い攻めですよね。私ちょっとね、バルキリーをクランスで1回も使ったことがないんですよ、本当に。なのでちょっとバルキリーのリプレイ非常に興味がありますね。早速見ていきましょう。まずはどうだ、援軍のゴーレムが出てきました。そして下にもですね、ゴーレムを投入して下で面を取る感じですね。そしてサイドカットをして、バルキリーがね、やはり中心部に行きたいので、バルキリーが本当もう逸れてしまったら結構痛いと思うので、ここはしっかりとゴーレムでサイドカット、ゴーレムとウォールブレイカーでサイドカットするんですけれども、こちらでウォールブレイカーで穴を開けたらですね、今右のゴーレムは壁を殴り続けていますが、左のゴーレムがですね、しっかりと中心部へ行ってくれました。これ非常にですね、うまいですね。そしてちょっとゴーレムがですね、やはり、右のゴーレムが惜しいですけれども、はい、ここでジャンプの呪文をさあ、そしてバルキリーが入っていきましたね。バルキリーはもう安心感というか、もう援軍処理別にしなくても、もうゴリ押しでどん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 なぎ倒してくれるんで、非常に強いですよね。さあ、そしてレイジドヒーリングで、その耐久、そしてゴリ押ししていくと。バルキリー攻撃力非常に強いですし、さらに体力もありますからね、非常に強いユニットです。さあ、ここで壁殴り状態なんですけれども、裏ホグでしっかりと防衛施設を破壊します。うまい、非常にうまい、本当にうまいですね。もう見てたら笑いが出ちゃいます、本当にうまくて。そして裏ホグで、このですね、バルキリーと違う、壁を壊しきってないんですよね。壁を壊しきってないのにもかかわらず、やはり後ろの防衛施設を裏ホグによってですね、しっかりと倒すことができているので、非常にうまいなー。まあ、ゴーレムが生き残ってるっていうね。さあ、そして残り大丈夫ですよね。確かこれは星3取れていらっしゃいますね。素晴らしい、本当にすごいですね。やはりタウンホール9でこういう攻めが非常にうまいですね、本当に。ということで2回目のリプレイをご覧いただきましょう。はい、2回目の攻撃ですね。こちらの編成はドズルさん、ハイブリッドですね。ハイブリッド早速見ていきましょう。いや、すごいですね、ドズルさん、たくさんのその攻めを持っていらっしゃいますね。はい、見ていきましょう。まずはゴーレムをレブリオン出していき、まあサイドカット的なものをしていきますね。ウィザードサイドカット、そうですね。そしてどうなるんだ、ウォールブレイカーでしっかりと穴開けができています。さあ、そしてもうゴーレムが2体中心部へ行き、ハイブリッドなのでね、ハイブリッドなので、しっかりとアーチャークイーンもさ、釣り出すことができるか。ここでウォールブレイカー、ここでウォールブレイカーが隠してすらとかで破壊されたら結構辛いんですけれども、しっかりと穴開けができております。うまいですね、慎重ですね。そしてジャンプで、対空砲を破壊していこうという感じですか。おっと、ジャンプが、これはどうなっているんだ。お、いいですね、いいですね。さあ、そしてゴーレムがしっかりと盾役を担ってくれてですね、アーチャークイーンがしっかりと生き残っております。さあ、ここでですね、おっと、隠してすらではなく、アーチャークイーンがそれてしまうんですよね。さあ、ここでそうですね、対空を一つ残ってしまいました。さあ、ここで見ていきましょう。時計回りに出していくんでしょうかね。これは時計回りに出しております。こっちの中心部のですね、はい、そうですね。そして出していってます。さあ、ここで対空を一つ破壊、そしてこちらも時計回りに、施設ごとにバルーンをですね、しっかりと2、3体と出しております。非常に、こちらの方が何でしょうね、いいですよね、本当に。さあ、ここで残り1つの対空砲、さ、そしてラバーパピーがですね、スケルトントラップとかによってスケルトントラップ対空にしているので結構だるそうですね。さあ、ここで防衛施設がそろそろないですが、おっと、隠してすらないと
隠してすらに落とされてしまいました。さあここではちょっとスケルトントラップがまだ宙をこうさまよっていると。やっぱりこういう場面ではラバーパピー一体一体が非常に重要となってくるので、スケルトントラップで破壊されるのは非常に痛いですが、ここでって感じですね。ここであとはそのガーゴイルとラバーパピーで、パーセントを稼ぐもののやはり時間切れと、そしてあとはまあパピーが行った先でもやはりこのようにしてガーゴイル破壊されてしまいますね。倒されてしまっています。非常に惜しいリプレイですね今回は。いやそれにしてもドズルさんうまいですね本当に。私タウンホール9の時代にこんな攻めしてないですからね、本当にしてないです。ということで、私がドズルさんのリプレイを実況するというコーナーでした。ですね、本当にこれ最後の動画になってしまうんですけれども、その今回のコラボのね動画はその鉱山さんドズルさんコラボしていただきありがとうございました。非常に勉強になりました。ということでご視聴ありがとうございました。